皆さんこんにちは、フラミンゴです。今日はね、若者の街渋谷に来てます。でね、すごい久しぶりに渋谷に来たんだけど、ちょっとね、昔に何回か行ったことあるね、お店ちょっとね気になってるところがあるので行ってみたいと思います。これって選べるんですか、それともお任せになるんですか。お任せ。あ、じゃあ鶏盛りと、はい、もつ盛り、はい、それもお任せ。あ、でもそれは、あ、じゃあ全部塩、はい、うん、でお願いします。盛り合わせを3本で自分で選べないでね、ここのおすすめで来る感じです。タレか塩でね、選んで、であとは単品で食べたければこっち。ただ基本的には3本で1皿っていう感じなのでね、1人で来るのちょっとあれだけど、2人3人で来るのちょうどいいんじゃないですかね。ホッピー、やはりね、ホッピー、ね、一応ね、赤って書いてあるけど今白みたい。でも白でも全然いいんで、大きいからグラスがね、ジョッキ、ビールジョッキだから、これはね半分ぐらいかな、2杯分ぐらいかな。安定の味だね。はい、おはようございます。鶏盛りともつ盛り両方塩だからね、多分いっぺんに来ました。タン、もつ盛りのタン、白、多分初で、鶏盛りの砂肝と皮とネギマだと思います。はい、ネギマからいこうかな。からしがついてんだけどね、とりあえずネギマからいただきます。うまっ。結構でかいんだよな。塩もね、程よくなってるんで、まあ、6本食べると考えたらこれぐらいが本当に程よい感じです。うまっ。皮で美味しい。柔らかい感じ、パリッとした感じじゃないんだけど、臭みもなくて美味しい。うん、あのね、炭の香ばしさがすごい感じます。つなぎもです。でかいんだよね、1個ずつがね、うん、10個、すごい分かる、見えるかな、なんかジューシーな感じが、うん、出てます。
シンプルにうまい。本当この一人で来る時ほど語彙力、自分の語彙力のなさに嘆いてるんですけども、映像で見て判断してください。多分初になります。初だね。おいしい。しっかり歯ごたえがあるので、豚のハツだね。うん、ね、白。うん。柔らかくて、ね、美味しいわ。白の塩って久しぶりに食べた気がする。なんだかんだ言ってタレでくるけど、ちょっと三本ずつだから半分タレでも良かったかも。どっちかタレにして頼んでも良かったかもしれないですね、うん、でも美味しい、うん、で最後タンです。これもねでかいね。いただきます。うまっ。肉厚だから、ね、食べ応えがある。すごい美味しい。やっぱね、6本1人で食べてね、ちょうどいい味加減、うん、塩加減だと思います。飽きずに食べれる。すごくね、その辺どう、大人数で来たことないから分かんないですけど、初めて1人で来たんで分かんないですけど、そういうのもね、多分ね、調整されてるのかなと思います。はい、あ、すいません、ありがとうございます。あなたは継ぎ足してくれるタイプの感じです。でもその方がね、本当はね、洗い物も少なくて済むからいいんだよね。全然推奨派です。こう何百本、200本撮ってても顔が映らない撮り方でね、学習しないんですけど、前回のね、町田かな、中がね、すごく多くてね、それはそれでね、嬉しいんですけどね、酔っ払っちゃうからね、ほんとに帰り大変でした、うん、美味しい。いや、美味しいんだけどね、ついつい飲んじゃうとね。あと、日によってはほら、ビール2杯飲むんで、その後ホッピーって言って、それがね、結構濃い系だと、5杯飲むのって結構珍しいからね、結構酔っ払いましたよ。案の定ね、ちょっと乗り換え、乗り越し、寝ちゃって乗り越し、あの日はですね、いろいろあって傘2本なくしましたから、ね、1日。いい思い出です、町田は。渋谷も結構通ってた学校、高校の時かな、高校がね、結構近くて、よく高校生とか20歳ぐらいまでかな、21ぐらいまでよく来てたんだけど、そっからね、結構全然来なくなって、うん、気がついたら今すごいですよね、渋谷って。工事がすごい再開発になってて、渋谷もたまに来ますけど、来るたんびにね変わってるんで、道がよくわかんないし、もう山賀さんがある一角だけはね、全然昔と変わらないんで、本当に、うん、30年以上前から変わらずね、雰囲気残ってるから、その辺はねすごく好きですね。こんだけ話してるけど、誰が編集してるかわかりませんけど、どこまで使われるか、うん、そういうことを考えながら、撮影をしております。渋谷もね、どん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 変わってるのでね、本当にね、来るたんびに道がわからない。電車の折り口自体が変わってて、まあ、とりあえずハチ公前あたり出ればね、なんとなく地理はわかるんですけど、今宮下パークとかなんとかって言ってますけど、宮下公園のところ跡地なのかな、すごいおしゃれな街になってて、
今度ねそういったところもおしゃれな街もねニックとか有馬と一緒にね行けたらなと思うんだけど、まあ似合わない我々ですからね、そんな宮下パーク行くよりはこういうところでお水で飲んでた方がいいのかなと。でこの山田さんは24時間だから、ちょっと今度ねニックと一緒にね、まあタイミングがあれば有馬と一緒に繰り出して飲んでいきたいなとは思ってたんですけど、まあ今回渋谷のね来る用事があったんでちょっとね先に一人で来ました。絶対ニックは喜ぶと思う。ただね差し物がないから有馬はちょっとねもしかしたらね断念があるかもしれないけどね、有馬は渋谷っていうだけでねちょっとね大都会にっていう感じで思うかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。